っと待って、他にも誰かいたような気がするんだけど。ああ、おとなしい子がいたわね。ちょっと影の薄い子。そうそう、なんだっけあの子の名前。メイです。ああ、いたいた、急いでメイ、こっちこっち。さて皆さん、このキャンプを通して皆さんは自分の将来により豊かにする上で大切なことや人々との関わり方などいろんなことを学びます。ではここから先に進むにあたって大事なことは何だったでしょう。覚えている人。人に対する思いやり。問題を解決する想像力。困難に立ち向かう勇気。その通り、皆さんが社会に出てからも必要なことばかりですね。ではそれを踏まえながら次の区間をリードしてみたい人。レイ、どうかな。いえ、やめときます。試してごらん、レイ、君にだってできるはずだよ。いえ、本当に私にはまだ無理です。いいかい、何もしなければ失敗はしない。だけど成功することもないんだよ。わかった。じゃあ君がリーダーだ。了解。Thank you.
ユウ、そしてここはシャドウランド。シャドウランド、とても暗くて気味が悪いもん。ここはかつて命の輝きに満ち溢れた、それは美しいところだった。影鳥が現れるまでは。影鳥、黒い影の手下を率いて全てを破壊してしまった。恐ろしい生き物さ。なんだか怖い話で、私はみんなとはぐれてしまって、帰り道を探してるんだけど、どうしたらいいのか。帰り道はじきに見つかるさ。思い出してごらん、どうやってここに来たんだい。わからない。私がただテントの中で遊んでただけ。こうやって
影取りだ。ここが蘇りつつあるのを感じて怒ってる。でも私にはどうすることもできないわ。さあ、ユー、一緒にここから逃げましょう。早く。でも影に支配されたこの世界を救えるのは君だけなんだ。私そんなに強くないから。メイ、
でいいのかよ。ねえ。
みんな彼女の足取りを探すんだ。メイメイさん、いたら返事してください。メイさん、ここです、ここにいます。ユウ、無事だったの？生きてたのね。もちろん生きてるよ。一体どうしたんだい？だってみんな君を探してたんだ。どれだけ心配したか。でも無事で本当によかった。こんなところで一人ぼっちだったなんて、私ならもう諦めてた。どうやってユウを乗り切ったの？信じられないかもしれないけど、私シャドウランドっていうところへ行って恐ろしい影鳥と戦ったんです。それも怖くて、でも綺麗で不思議で、そして素晴らしくて、なんかいろんなことがごちゃ混ぜだった。あなたもそこにいて私を勇気づけてくれた。そして旅をしながら気づいたんです。あなたが言っていたものは全部自分の中にもちゃんとあるんだって。思いやり、想像力、そして何よりも勇気が。メイ、大切なものが何なのかはっきり分かったようだね。本当の自分を見つけて、それを信じる、そうできたことが嬉しくて。私たちみんな自分探しの旅に出ているんですよね。その通りさ。じゃあメイ、